桃田かな子です。14歳の中学2年生です。好きな食べ物はトリカポン酢です。よろしくお願いします。今日はもらった方がいい。なんかいろんな衣装着れるから楽しいです。でもちょっとなんかね、頑張りたいと思います。はい、イエイ。このままで、このままで一緒に。あ、はいはい。オッケーです。ありがとうございます。あのカメラマンの西条さんに一言。あっ、ちょっと見てみて。ちょっと空気読まない感じ。嘘、ここでですか。なんて言ったらいいですか。西条さんってどんな人がタイプなんですか。あーね、ねえ、めっちゃ嫌いじゃないですか。私なんでこれ、めっちゃ今空気ぶち壊し。寒い方が面白い。ありがとうございます。すいません、どうもありがとうございます。ありがとうございます。あ、わかんない。でもすごい楽しみです。どんな感じに撮れてるのかな感じです。それも西条さんに聞いてみてください。どんな感じ、どんな感じに撮れてますかね。なんで、いい感じ、いただきました。はい、OK です。あ、3分で。あ、かわいい。じゃあ、バイバイ。どこだっけ、控室。さあ、2階。かなことペアということで、今日はなんと実はですね、私たちレッスンのつもりで、私も新幹線でわざわざ来たんですよ、レッスンしようと思って。でレッスン場に行ったらなんかスターダストの子たちが、私たちなんかスターダストの子たちがレッスンしてて、で私たち行ったらちょっと何この子たちみたいな感じになっちゃったんで、急遽引き上げて来たんですけど、トモミンがですよ、レッスン場を取るの忘れてね、私たちの居場所がなくなり、急遽こうやってちょっと狭いところでやらせていただくことになりました。というわけで題して、かなことペア、トモミンのせいでレッスンができないぞスペシャル、イエーイ。はい、最近ライブもないということでね。どうですか皆さん、てか見てるのかなこれ誰か。今448人、嘘、450人の方が、あの放送の方を見ていただいております。ありがとうございます。いいですね、大手事務所のやることじゃないですよね。行ったらレッスンができなかったっていう。本当ですよ、
もうびっくりですよ。桃色クローバー。もうあのみんなの目線はすごかったですよ、一気に。すごいよね。なんか。ちょっと高木さんなんてスキップして入ってちゃったもん。高木さんなんておはようございますって入ったら、すいませんでしたって出てきたから。どうしたのって言ったら、なんかレッスンやってるよって言って、え、でも私たちもレッスンだよね今からって言って、ちょっと半分こに使うんじゃないみたいな話を私たちしてたら、もう全くもう私たちなんて入ってなくて、向こうの先生怖い顔してたね、うん、びっくりですよね。おー、誰のせいねえ、私私のせいです。誰私です。古谷のせいです、すいません。すごいですね、いいよ。今日気合入ってる、うん、古谷さん今日気合入ったら謝ってるよ。何言ってんの、気合入ってないと謝るから。気合入ってるよ今日。普段ちょっとなんかすいませんまた寝てしまいましたって感じなのに、今日なんかすいませんみたいな。気合入っちゃった。すごかったね。そういや、そうだよ、そうです、ダウンタウンデラックスの日来なかったもんな。来なかったんですよ。え、だっちょっきこれまだこれ言ってない話なんですけど、実はこの間ダウンタウンデラックスの収録に行かせていただいたんですけど、あの集合場所にあののメンバーは集合してるんですけど、なんか誰も来ないんですよ、メンバースタッフさんも。で、ね、年がやわくらの駅にね TMC 行くから、あの古谷さんに電話をしたんです。私がまあ出ないじゃないですか。あ、でも、あ、これもう終わったなと思ったんですよ、私、その時点で。あ、これもうやっちまったなと思って。で、もう古谷さんは諦めようと思って、今度、Kさんに電話をしたら、Kさんはいつも出てくるんで、出たんですよ。そしたら、あの、え、ちょっとこれ、え、古谷来てないのまだみたいなこと言われたから、はい、来てないです。電話もつながらないですって言ったら、あ、もうちょっと、もう次の対策を考えるからって言って、私たちは、で、また、何分か。後に連絡が来たんですけど、そしたら近くのカフェで30分ぐらい待っててって言われて、待ってたんですよ、なんかちょっとみんなで話しながら。で、そしたら30分後ぐらいに電話がかかってきて、そしたら今度はそのスタジオまで3人だったんですけど、3人で歩いて行ってくれって言われて、で、あのとことこもう全然私なんて道もわからないまま、なんかいろんな人に、なんか商店街みたいなところがあったんですけど、いろんな人に聞きながら、なんかめっちゃ自分たちで歩いてって、ホームから道してるっていう話だったから、それで行ったんだよな。そう、そして着いたら、なんか着いて遠くらへんにKさんが見えたんですよ。で、私たち前着いたと思って歩いたら、なんか今度は早くしろみたいな感じで怒られてで、めっちゃ知らないところから歩いてきたのに、またトムミのせいでとばっちり来たと思って、で、もうお前は遠くの知ってんじゃねえよみたいな感じで怒られて、なんか、ね、で、2時間だったんだもん。で、すいませんっつって。いや、2時間には間に合ってんだけど。そう。で、すいませんっつって、歩いて行ったんですけど、もう、ともみんのせいで、本当に、なんかもう、衣装がなかったりとかね。危なかった。いい運動になりましたよ、あんだけの距離を歩いたら。まず一番最初に、あの、ここに行きたいんですけどって言って、近くの人に聞いたら、いや、これ結構距離あるけど大丈夫って言われたんですよ。大丈夫って言われてから、あ、でもなんとかなると思いますって言って、なんか、って言ったんですけど、もうともみんね、しかも大事な日に、大事な日に、そうです、何してたんですか、うん、なんで来なかったの、そう、なんでなんか理由があるかもしれない、理由があるかもしれないグースカグースカ寝てました。はぁ本当に、あの、すごいんです、あの、フミヤさんは普通になんか30何時間とか寝れちゃうんですよ。2日間とか起きないままでご飯も食べてない。でもなんかトイレとかどうしてるんですかって言ったら、トイレはなんか起きて行ってるとか言って。トイレも行ってない。え、トイレも行ってないんですか？うん。え？ご飯も食べない、トイレも行ってないんですか？だから起きた時はもう死にそうになってフラフラしてる。え、それまで起きないんですか？起きないの。グースカグースカね。すごい、本当にすごい。だって今までそれで来ない衣装がない、一番やばかったのはイベント当日なのに、私たちのそのイベントの衣装がなくて、トモミンが車で帰って
その車、トモミンが乗ってる車に衣装が積んであったのに、その車ごとトモミンはどこにいるかわからず、車の中で寝てたらしいんですけど、どっかに止めて、でもどこにいるかわからないから衣装もなくて、でどうしようどうしようってなって、真夏なのに真冬の衣装を着てイベントに出たこととかあるんですよね、トモミン。はい、申し訳ありませんでした。でもあの、なんだっけなんだっけ、そうで、トモミンには今みんなで焼肉に連れてってもらおうっていう計画があって、もう寝ちゃったからね、トモミン。でもちょっとなんだかんだ言って、なんかちょくちょくごまかしてなかったことにしようとしてるんですよ。ちょっと良くないですよね、佐藤さん。良くないですね。ジョジョ園ですよ。あ、ジョジョ園来た。ジョジョ園の焼肉。ジョジョ園です。だって寝ちゃったんだもんね、川上さんのおごり。泣いてんの？お前よ、泣いてんの、うん、まあそんな感じでね、まあデラックスいつなの？5月12日。そう、12日。あれ、今週？来週？来週、うん、来週ですか？来週です。ちょっと相当、まあカットされたらわかんないですけどね、ちょっとうちもかましてきて、カットカットされちゃってたらわかんないけどね。カットされてる、カットされてる、うん、それじゃなければちょっといい感じだったんで、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います、はい、ます。はい、ます。せっかく、あ、どうしますか、カメラ前で続いていく感じに。いや、だからですよ、私たちは本当にレッスン着にまで着替えてレッスン場で待ってたのに、だからもうレッスン着のままなんです。ほらほらほら、そうそうだね、もう完全にレッスン着、完全にレッスン着なんですよ。で、しかもちょっとなんかね、今からどうしていいのかも分からず。まあまあ、せっかくね、ゴールデンウィーク、ももクロちゃん何もないだろうっていうのがあったから、まあまあ、そういう形 で、ね、せっかくなんで、トモミは多分そういうのを狙って、そうそうそう、は全部計画して、全部計画して、ふざけんなよ、ほんといい大人は。まあまあ、じゃあせっかくなんでね、はい、ペアやっていきたい、ペアやっていきたいと思います。思います。わかんなことペア、トモミのせいでレッスン場がないんだぞ、スペシャル、イエーイ。早速なんですが、どうなん、桃田容疑者のオリジナル挨拶にはチャームポイントや出身地ネタを入れてあるそうだが、それでは皆さん、人差し指を1本出してください。一緒にお願いします、せーの、ハチ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 でゴンパチ。茶畑のシンデレラといえばかなこ。ありがとうございます。エクボは恋の落とし穴、桃田かなこです。